滝沢秀明氏の野望とは、飛べの舞台裏に潜む驚愕の真実、飛べの成功背景、22万人動員のライブで見えた、ジャニー氏の影響力の再生、飛べの戦略が旧ジャニーズエンタテインメントの創業者であるジャニー北川氏の理想に近づいていることは、音楽業界における新たな興味深い展開です。芸能事務所とべは、滝沢秀明氏、41、が代表取締役を務める。そして、最近、 彼らが東京ドームで開催した初のコンサート、トゥーヒーローズ、トベファーストスーパーライブは、全所属アーティストが出演し、4日間で22万人を動員した。さらに、このコンサートは動画配信サービス、プライムビデオで世界中に配信された。この成功の背後には、旧ジャニーズエンターテインメントの創業者であるコジャニー北川氏の意思が色濃く反映されています。北川氏は常に若手アーティストの世界進出を願っていました。 そして、トベが所属するアーティストたちが世界的な成功を収めることで、その理想が具現化されつつあります。トベの所属アーティストには、旧ジャニーズグループからのメンバーだけでなく、新たな才能も存在します。例えば、11歳から13歳のトレーニーからなる新しいグループ、ウィンクファーストが発表されたばかりです。彼らの登場は、トベが新しい才能を積極的に育成していることを示しています。 特に注目すべきは、飛べのエース的存在である平野潮さんです。彼はすでに複数の CM やブランドのイメージキャラクターとして活躍しており、飛べの成功に大きく貢献しています。彼の活躍は、飛べがエンターテインメント業界において強力な存在であることを証明しています。さらに、飛べは単独公演やアーカイブ配信など、様々なプロジェクトを展開しています。 これらの取り組みは、戸辺が今後も成長し続けることを示唆しています。しかし、戸辺の成功には一定の皮肉も含まれています。ジャニーズエンタテインメントから独立した滝沢氏が、かつての死である北川氏の理想を実現している一方で、旧ジャニーズエンタテインメントは、その影響で人材発掘や育成に課題を抱えています。戸辺の台頭は、エンタテインメント業界において新たな風を巻き起こしています。 彼らが今後どのような展開を見せるのか、ますます注目が集まります。トベがジャニーズエンタテインメントにとって、ますます脅威となることは間違いありません。トベの成功は、単なるエンタテインメントの枠を超えて、次世代のアーティストたちにとっての夢や希望を象徴しています。彼らの物語は、まだまだ続いていくことでしょう。それを見守ることが、私たちの楽しみの一つでもありますね。トベの勝利は、 エンターテイメントの新たな時代の幕開けを告げるものであり、彼らの成功はジャニーズエンターテイメントやその他の業界において大きな影響を与えることでしょう。彼らの物語はまだまだ進化し続けるでしょう。それを見守ることはエンターテイメントファンにとって大きな喜びです。飛べが遂げた戦略的な成功はまるでかつてジャニー北川氏が描いていた理想の姿のように思われるかもしれません。 しかし、その背後には滝沢秀明氏をはじめとするトベのチームの努力と独自のビジョンがあります。そこで、トベがいかにして世界的な成功を収めたのか、そしてその意味について深く探ってみましょう。トベが主催した初のコンサート、トゥーヒーローズ、トベファーストスーパーライブは、まさに驚異的な規模と成功を収めました。東京ドームでの4日間の公演は、 所属するトップアーティストたちによって行われ、合計で22万人の観客を動員しました。さらに、このイベントは動画配信サービス、プライムビデオを通じて全世界に配信されました。この異様は、ただ単に成功したコンサート以上の意味を持ちます。旧ジャニーズエンターテインメントの創業者であるジャニー北川氏の思いは、決して収束していない問題がありました。しかし、滝沢氏は飛べを立ち上げ、自らの夢を追求しました。 そして今回のイベントでジャニー氏の理想を体現したのです。それは所属アーティストたちが世界的な舞台で輝く姿を示したことでした。これは滝沢氏がジャニーズ時代から培ってきた発掘と育成の能力が発揮された証であり、また皮肉ながら旧ジャニーズエンターテインメントの現状との鮮明な対比でもありました。しかし、飛べの成功は単なるコンサートやイベントに止まりません。所属アーティストたちは 広告業界でも活躍しています。例えば、平野史洋さんは複数の CM に出演し、世界的なブランドのアンバサダーにも就任しました。彼の存在は、単にトベのエースとしてだけでなく、広告業界でも絶大な影響力を持つことを示しています。さらに、トベはジャニーズ出身者だけでなく、若手のトレーニーたちにも力を入れています。彼らによる新グループ、ウィンクファーストの結成は、 トベが未来のスターを育てる意思を示すものであり、ジャニーズエンタテインメントの後継者としての自覚を感じさせます。トベの成功は、単なるエンタテインメント業界の一コマにすぎません。それは、夢を追いかけ、新たな挑戦に果敢に挑む人々の姿を示すものです。トベは、今後ますますその存在感を増し、エンタテインメント業界に革命をもたらすことでしょう。さて、トベの成功は、あなたにどのような思いを抱かせますか 彼らの活躍を見て、あなたは何か新しい挑戦を考えるようになりましたかそれとも、彼らのストーリーから何かを学びましたか戸部のこれからの展開に注目しながら、私たちは彼らのさらなる成功を願っています。滝沢社長と平野君の凄さを認めざるを得なくなったね。自分たちのやり方に無理やりでも従わせて業界から消し去ろうとした元事務所の誤算でしかないよね。どうやったって人気があったし。 滝沢社長のマネージメント力も半端なかったのだから、ト辺にいる13人がやりたいことを社長がやれるようにしてくれて、それを応援したいファンがいる。そしてそのファンに対して社長はじめト辺のスタッフさんはとても紳士的でトラブルにも対応が早い。社長の思いをファンが SNS で直接聞けるのは応援していく上で何よりも嬉しいこと。 都合の悪いことや聞かれたくないことを隠す SU やシステムエンジニアとの違いがどんどん浮き彫りになる、タレントに罪はないのだけど、この違いをきちんと理解してファンにとってどういう経営者がいいのかは分かっててもらえたらな、と思う。死はジャニー北川氏だとしても、滝沢氏、堂本光一氏など、自身がやりたいことや演出は彼ら自身から発生するもの。 所属していた事務所ではやりたいことができないから出る、できるから残る、ただそれだけではないか。西木織氏が以前出されたインタビューからもそのことが伺える。もちろん先代二人がやっていたことは許してはならないが、やはり問題はマスコミ、テレビ局に根強く残る古き悪き忖度。それを当たり前として牽制を振るっていたジュリー元社長ら幹部たちだろう。若い世代のやることをいつまでもジャニー北川氏と関連づけて記事書いてると。 いずれマスコミは、ことやものの本質を見れない、稚拙なジャーナリストばかりと、世間から遠ざけられる時が来るかもね。STARTO と飛べ、どっちを下げたいのどっちともいちいち比較したり、憶測の感想文を記事にするのはもうややめませんかもともとは、ジャニーズで一緒に頑張ってきた仲間、キャリアを積んで人気になったのは、本人とグループ仲間と旧事務所の頑張りのおかげ。 その感謝は、戸辺のみんなも忘れていないと思うし、これからのジュニアの子たちも今一生懸命努力してるところ。私は両方とも応援したい。それぞれ目標を持って活躍してほしい。いい意味でのライバルでいてほしい。どっちも素晴らしいよ。